3、2、1、GO! まずクランチからですね。腹筋を意識して、ふー、吸って、吐いて、吸って、吐いて、上に上がるときに息を吐きます。足上げです。下腹に効きます。これも上げるときに息を吐きます。吸って吐いて、吸って吐いて、下腹に意識を集中させて行います。ニートゥーエルボーです。腹筋をしっかり意識して、腹筋の力で体を縮めていきます。ふふふ、自転車こぎ。めぐちゃんは調子に乗って動いたので、少しまた足の具合が悪くなって、今回ハードサポーターの方を着用しております。ミドルサポーターからハードサポーターの方に皆さんも捻挫した時はしっかり直すようにしてくださいね。3、2、1、ヒップリフト、ふー、吸って吐いて、吸って吐いてまあ呼吸が逆になってもいいので、とりあえず呼吸しとけばいいです。プランクです。私は板だって言いながらやりましょう。私は板だ、私は板だ。プランクの時も自分のタイミングで呼吸してください。息を止めないようにしましょう。3、2、1、はい、最初の種目に戻ります。はい、クランチです。首に手を当ててやると首の筋肉をあまり使わなくて済みますので、首の筋肉痛が嫌な人は首に手を当ててやりましょう。女性の人は特に下腹部が弱い人が多いので、この運動をするときにしっかりと下腹に意識を向かわせて行ってください。膝をつけて腹筋を縮めていく動きですね。3、2、1、3、2、1、
転車こぎです。だいぶ弱ってきましたね。呼吸しながら行いましょう。はい、次の種目です。ヒップリフトです。しっかり腹圧をかけていきます。お腹を薄くして腰が反らないように呼吸を続けながら体幹部を安定させていきます。ラストセットです。またクラッチから。これもしっかり腹筋を意識して行いましょう。鍛えている筋肉を常に意識するということがとても大事なことになります。しっかり下腹に効いてるのを意識しながら足を下ろしていきます。筋肉から負荷が抜けることがないように。腹筋の力が入らなくなってくると腰が反りやすくなってきますので、腹筋から力を抜かないようにしましょう。できる限りでいいので続けていきます。やっぱり 10分間やるとかなり疲れてきますね。十分に追い込まれてきますので。サポーターがおしゃれですね。そうですか。なんか営業のお仕事来るから。いやいや。ザムストから、うん、ザムストのサポーターつけてますって。サポーターやっぱりでもザムストが一番いいね。はい、次です。ヒップリフト。ヒップリフトはお尻と太ももの裏なんですけれども、腹圧もかけて行います。腹圧をかけて行わないと胴体が安定しません。はい、最後です。プランキン。ナナちゃん、あと20秒やで。メグちゃん、ナナちゃんって一緒やからな。あまり動いて